クラス決勝 B9 のスタートです。 Drivers at the tone。 さあスタートしてきた。スタート出だしたのはゼッケン1番アメリカ代表ロドニー選手、レッドのフェラーリ一気に抜け出してきたか。さあ2番手以降は少し混戦模様。さあ2番手にはゼッケン4番ですから本間選手、イエローのフェラーリ上がってきている。1番4番3番2番5番8番6番7番と通過していった。電車通過。さあロドニー選手快調に飛ばしていく。13秒台をマークしてきたか。14秒9ですね。さあ2番手とは 1.422秒差。さあ一気にここは抜け出したいところ。さあ2番手ゼッケン4番の竹谷代表本間選手、イエローのフェラーリ。3番手にはゼッケン2番、森田選手戻ってきている。イエローとホワイトのフェラーリでしょうか。さあこのフェラーリが多いようだ。フェラーリ599。そして3番手は佐藤選手は少しクラッシュか。さあその中ロドニー選手。さあここで高校時間1分を経過。2番手とは 1.307 秒差。トップのマシン今 KTC スピンを通過。レッドのフェラーリ、そしてそれをあーっと転倒。さあここで2台差が詰まった。コンマ3.59秒差。森田選手も詰まってきている。さあ OS 試験から KO ターン、マッチマニアピン、レッド、イエロー、そしてホワイトのフェラーリがトップ3。さあ前には周回遅れが出てきているが、ロドニー選手今通過。本間選手コンマ4秒差、森田選手は1秒差で続いている。さあうまく抜けていった。もう1台、はい。さあトップグループが今 KTC のスプーンを通過していく。コントロールライン、ロドニー選手1分44秒経過。さあトップ、おっと2番手転倒。本間選手が転倒してしまった。さあ順位また変わってくるか。ロドニー選手、そして後ろがゼッケン2番森田航平選手に変わっている。イエロー、ブラック、ホワイトのフェラーリ今コントロール通過。2人差が 1.014 秒差。時間が2分経過。1番2番4番3番6番5番7番8番という展開。さあ森田選手どこまでついていけるか。ロドニー選手とほぼ同タイムで走行している。どこかで上回っていくはならない。さあここで上回ってきた。コンマ1秒詰めてきている。さあ1秒切ってきた。コンマ872秒差。マキシマヘアピンから3枠クイック、そして KTC ターンを続ける。しかしロドニー選手現在10周目トップをキープしている。最終回転をかわしていった。ロドニー選手、森田選手が 1.18 秒差。ロドニー選手もスパートをかける。森田選手コンマ3秒差上回ってきている。時間はここで折り返し2分30秒経過。1番2番4番3番6番5番7番8番と展開。さあロドニー選手今コントライン通過。チャンピオンストレーターから OS 試験少しラインが膨らんだか。森田選手もクイックにまとめてきている。森田選手いいラインに来たぞ。時間の方はここで間もなく3分経過。各社11周から12周目が入ってくる。ロドニー選手通過してる。さあここでコンマ799まで来ている。森田選手やはりこの周早かったか。さあ今度はロドニー選手どこまで逃げ切れるか。前にもう1回シードルが来ている。残り時間は1分50秒。各社12周目から13周目、周回遅れを1台挟んで通過。しかしまだ1秒切っている。コンマ997秒差。さあ森田選手どこまで来るか。来ている。さあ月1番アメリカ代表ロドニー選手のレッドのフェラーリ、そしてイエローとホワイトの森田選手が追い詰めようとしている。おっとここでクラッシュ。そこで抜いた。さあ森田選手15周目トップに立っている。ゼッケン2番しかしその後ろすぐ。ゼッケン1番ロドニー選手が続く展開。残り時間はここで1分30秒切っている。さあ森田選手どこまで逃げ切れるか。ピタリとついている。ロドニー選手さあどこから行くか。今コントロール通過。2人差はコンマ147秒差。さあ森田選手おっとどうしたロドニー選手。あーっとこれは苦しい展開。さあ森田選手壊してしまったか。少し先々に出した左のフロントが壊れている。さあ森田選手これで17周目に入っていった。2番手にはゼッケン4番本間選手が 4.696 秒差となっている。2番4番3番さあそして、4番手で6番の徳田選手が上がってくる模様。残り時間は間もなく40秒切っている。ゼッケン2番の森田選手単独一人旅。今マッチモアヘアピンから3枠クイック、そして KTC の2を抜ける。イエロー、ブラック、ホワイト、ウィンガー、ブラックのフェラーリ599。今コントロールラインチャンピオンストレート通過。19周目。さあ14秒台の後半。さあ淡々とラップを並べてきた森田選手、ついにロドニー選手を攻略してトップに立っている。残り時間は30秒切ってきた。2番手本間選手が 5.110 秒差。そして佐藤選手が3番手。2番4番3番6番5番7番8番となっている。前半盛り上げたロドニー選手は残念ながらリタイアとなってしまった。残り時間は10秒切ってきている。さあ森田選手今
スタバクランクを通過、もう1周入ってくる。これが完全なウィニングラップ21周目、ここで5分経過。さあイエロー、ブラック、ホワイト、登田選手、今ミドルスレーターが3枠1個、そして KTC ターンを過ぎる。さあここで5分がもう過ぎている。そして最終コーナー戻ってきて、チェッカーフラッグ、東京大会代表、僕が浩平選手、ビキニトップゴールです。